いや、皆さん元気されてますか？うさぎでございます。今回も動画撮っていこうかなというふうに思いますが、今日はですね、大津さんの関係でございます。で、まあ、ちょっと僕のね、主張っていうのが まあ、どういうふうになっていくか知りませんが、少なくともですね、今回の、まあ、代表権騒動のですね、統括っていうか、まあ、総括っていうか、まあ、総括するのはちょっと良くないかな。まだ判決も出てないしね。まあ、ただ、こういう党なんだよっていうのは言いたいなというふうに思いまして、動画撮ってる次第でございます。はい。まあ、まずですね、まあ、大津さんの今回のですね、まあ、3、なんだっけ、3.3 億円の損害賠償移行の、言ってることなんですけど、債権者の方々がよく聞いてほしいんですが、それが損害賠償請求っていうのをですね、請求して、まあ、たと、仮にでもですね、この 3.5 億と 3.3 億円の損害賠償がですね、通ったとしても、まあ、僕は斉藤さんと浜田さんはですね、通らないというふうに思ってます。そもそも、同党に対してですね、所属するっていう意向はですね、議員が判断することであって、それで政党交付金がもらえなくなったから損害賠償をさせてもらいますなんていうのは、これはもう全然まかり通らないというふうに思ってます。だって、よく考えてみてください。株式会社で考えてみたら、ね、例えばなんですけど、年間の売上高に1000万ずつ稼いでくる社員2人いますと。で、その社員が、すいません、ちょっと家族の事情でとか、自己都合の関係で、辞めさせていただきますって言って、二人出て行きましたと。で、まあ、収入がゼロになるわけですよね。売上がゼロになるわけで。で、まあ、社長は、なんで俺の会社辞めるんだって言って、その社員二人に対して、まあ、2000万円の、1000万円ずつね、損害賠償請求をするっていうことをするわけですよね。それおかしくないですかって話なんですよね。いや、普通に政党助成金がもらえなくなったから、なんていうのかな、損害賠償請求をするのか、それとも旧執行部が、まあ、3.3 億円、両者、斉藤さんと浜田さんに対してですね、まあ、3.3 億円の損害賠償を見込まれる、損害を与えていたから、損害賠償請求をするのかでは全然違うんですね。なんですけど、大津さんは少なくとも政党助成金がもらえなくなったから、債権者の返済ができなくなったからっていう理屈なんで、これは、いや、あなたが党代表なんだから、あなたがどういうふうに解決するのか考えなさいっていう話なんですね。で、立花さんに対する 3.5 億円のですね、損害賠償に関してもその通りなんですよね。3.5 億円の損害賠償って言っても、政党助成金っていうか、大津さんとですね、立花さんが喧嘩しなければ、そもそも 3.5 億円、まあ、今年の分のですね、政党助成金はもらえたわけなんですね。なので、この件の、何か損害賠償請求したとしても、僕からしてみたら通らないと。特に、もう同党からですね、あなた代表権、特に立花さんを消したわけだから、自分から除名しておいて、党役員が除名しましたよね。立花さんを。ね、除名しておいて、今頃になって 3.5 億円のね、損害賠償請求するっていうのは、僕からしてみたらありえないですよ。除名すると同時に損害賠償請求するんだったらまだわかりますよ。でも、除名してから、だいぶ時間経ってから、損害賠償請求しますっていうのは、僕からしてみたら、はぁって思いますよ。債権者の人たちも多分疑問系が生まれてると思う。そこら辺多分経営者の人たちもいっぱいいると思うから、あなたがやってることってマジで理解できないって話になってきてるよ。だから、ちゃんと正当性があるんだったら、それに対する発信をしなさい。今回の件に関してもそうだけども、浜田さんと斉藤さんが離れたから損害賠償請求するのか、それとも浜田さんと斉藤さんが NHK から国民を守る党に所属、NHK 党に所属している時から、党に対して損害を与えてたんだったら、これに関しては過去に遡って損害賠償をね、請求することはできるけれども、その事実があったんだったらね。だけれども、今の話、今のこのタイミングからしてみたら、いや、同党から離れたんで、債権者の返済できないんで、ね、支払いが遅れてるんで、損害賠償を起こしますって言ってるんですよね。で、もっと言いますよ。ポスター裁判の関係もそうなんですけれども、おかしいよね、どう考えても。いろいろごたごたね、言ってるかもしれないけど、結局さ、松浦花子さんだっけ？松浦花子さんの、ね、証明が全然果たされてないし、そもそもあなたが控訴したところで、秋田方市のですね、石丸市長すらですね、印刷会社から裁判を起こされて負けてるわけなんですよ。それを控訴審することによってですね、支払わなくていいっていう風になるのはおかしいと思いますし、もっと言いますよ、最高裁判所でそれが決定されたとしてもですね、多分棄却、まあ僕、正直な話で、今回福永弁護士が棄却するって言ってたことに対しては同意ですね。いや、払ってもらわなきゃダメでしょ。だから少なくとも契約してるんだから。そうでしょ。まあ、カムフラチャンネルさんがすごいここに関してはね、面白いことを言ってましたよね。焼肉屋さんに来て、いろいろとお肉頼んだんだけれども、その後に、なんて、仕事が入ったから、お肉を、なんて言うんかな、まあ、お金払わず出ていきますと。私手つけてないんでっていう風に言うっていうのは、おかしくないですかと。で、もっと言いますよ。あなたクーリングオフの期間も過ぎてるんだから、
無理だろ、どう考えても。絶対に。でもクーリングオフ適用なのかどうかもわかんないし、それ。そうでしょ？もうなんかね、冗談じゃないんだよね、本当に。まあ、そのレベルの条件をですね、きちんとやってるのかどうなのかも知りませんが、今回の、大津さんがですね、今回出張されてることっていうのは、CG の人たちは全然情報が分かってないし、あなたのことをですね、擁護しようがないよね。情報を渋ってるんだから。自分から発言を渋ってるんだから。ポスター裁判のことについても、なんかいろいろと長文を書いてたけれども、結局さ、そこに相互があったから控訴は受け付けられるんだとかって言ってるかもしれないけど、いや、受け付けられるかどうかは裁判所の信心次第でしょって話なんですよね。なんで、僕からしてみたら、いや、裁判官が、いや、これはもうどう考えても、大津さんに非があるからって言ったら棄却されますよ。ね。そこはちゃんと分かった上でやった方がいいと思います。で、ちょっと記事の方をね、読んでいきたいなというふうに思いますが、みんなで作る党のですね、26日、大津彩香さん党首声明発表ということで、党が抱える 10.5 億の負債のうちって言って、まあ、立花さんと斉藤さん、浜田さんから7億円以上ですね、まあ、回収する意向をね、示しましたと言ってるんですが、ちょっとこれ見てください。その後ですね、大津さんが党の資産は3億円と言ってるんですね。まあ、多分これは今年の、なんだっけ、政党交付金の金額だと思うんですが、それをですね、負債総額っていうのがですね、13.5 億って言ってるんですね。さっき見ていただいたら分かると思いますが、10.5 億の負債って言ってるんですね、ここで。約 10.5 億の負債についてって言った後に、その後、大津さんは党の資産は3億円で、負債額は 13.5 億として、純 22% の配当になるということを試算してるんですね。だから、債権額を、まあ、なんていうかな、集めたところですね、まあ、負債額に関しては、3.5 億円、あると。いうことなんです。多分金利額をね、試算してるんだと思うんですけど、どっちな？え？なぜ 13.5 億になる？何？金利？複利でやった？複利で、あれでやったんだったらわかるかもしれないけど。僕は疑問なんですよ、おつさん。10.5 億円で今年、去年の分の返済額、返済ができてません。で、その負債を総額したところ、今年1年の分も含めて 13.5 億だったらわかるんですけど、その説明もないですよね。僕ちょっと見たんだけどさ。何月から何月分試算して 74% がどうたらこうたらとか書いてあるけれども。まあ、書いてるんだったらまあいいけど。ちょっと僕からしてみたらですね、この党の大津さん側の主張っていうのがよくわかんないですよね。で、3億円なんかありますと、資産がありますと言ってるんですよね。でも3億資産があるのは全然わかるんだけど、じゃあその3億円を回収することができるのって話になってくるんですよね。損害賠償を起こしたらできるんだっていうふうにあるかもしれないけど、あなたここでね、疑問がもう一個出てくるんですよ。立花さんにの資金流用回収で 3.5 億円、斉藤さん、浜田さんの損害賠償金 3.3 億以上ということで、適切な党運営の寄付、事業収入で1億円と試算しって言ってるんですけど、1億円の資産なんかもらえるんですか、事業収入って。1億円稼いだんだったら、まあ、寄付に関しては別にいいですよ。寄付に関しては別にどうでもいい。ただ、事業収入で1億稼ぐって言ったら、単純に2億円稼がなきゃいけないんですよ。単純にね。じゃあ寄付がどれくらいもらえるんですかって話になるじゃないですか。それ参政党並みにね、タウンミーティングやってるんだったらわかるけど、そういったタウンミーティング、政治資金パーティーもさ、今さ、もう自粛的なムードになってるのに関わらず、政治資金パーティーも開けないでしょ？いや、僕、これさ、単純に なんていうかな、裁判官がよ、今回の代表権騒動の中で裁判官が、例えばなんだけど、大津さんのね、主張全部汲み取ってったら、謎になりません？普通に。え？ってなりません？事業収入1億って言ったら、税収2億稼いで、それの売上で純利益が何パーセントでって話なんだから、1億の事業収入って言ってるけど、じゃあ、聞きたいんだけど、じゃあ事業収入1億円で運営する気ないの？あなたたち寄付とさ、事業収入だけでさ、1億円稼げるんだったらさ、稼ぐ能力があるんだったらさ、別に旧執行部の人間から回収しないでさ、債権者から返済しますって言えばいいんじゃないの？それで全部解決じゃん。僕聞きたいのそこなんですよ。事業収入で1億円を返済することができるって自分たちが言ったんだったら、別にやりゃいいじゃん。そうすればこの党内紛に関しては終わるよ。いや、旧執行部の関係から損害賠償請求はしますけど、ね、回収できなかったとしても 13.5 億は私は支払いますって言うんだったらわかる。でもそのことについて書いてないよね。で、74% 返済できるって言ってるんですけど、口頭無形じゃないですか。だから文章が、全然、あれになってないよって話をしてるんですね。で、債権者の方々、これ聞いて、この動画を見た上で、
大津さんが言ってることっていうのを確認してくださいねって言ったら、あなた債権者ブロックするじゃん。連絡してもさ、電話つながらないらしいじゃん。どうすんのよ。って思いません？普通に。だから僕、債権者の気持ち考えてみたら、いや、ちょっと待ってよって思うよ。22% の配当になるって言ってるけど、え、約 22% って何、どれくらいの期間で 22% になるのよ。年 5% で、返済何年計画でやっていくの？損害賠償ってどれくらいの期間でお前損害賠償？だって控訴審されるでしょ？上告もするでしょ？ということは最高裁まで上がっていくってことだからさ、何年計画でこの 13.5 億返済していくのよ。で、ちなみに言うけど、事業収入で1億とかって言ってるけど、その投資金額ってどこから捻出するのよ？あなたたちお前資産隠してんじゃねえのって思われるよ。マジで。って思いません？旧執行部に対する責任追及と適切な党運営を通じて、より高水準の返済を実現したって言ってるんですけど、いや、寄付と事業収入だけで1億稼げるんだったら、ね、年間売上高2億円ですよ。正直な話ね。じゃあ寄付で1億、あ、まあ、寄付で5000万。5000万もちょっと俺からしてみたらおかしいと思うけどね。いや、だから高度向けなんですって、どう考えても。寄付で5000万集めるって相当頑張らなきゃダメだよ。え、逃避で行くの？逃避で行くの？逃避で行くんか、それとも、でもここではもう、だって俺見たけどさ、あれ寄付って書いてあんじゃん。寄付と事業収入でって言ってるんだけど、この事業収入ってあれでしょ？参政党みたいなタウンミーティング開いて、じゃあ会場を抑えて、それだけで1億円で行きますって言ってるのかな。だからそれ政治資金パーティーってさ、事業じゃないからな、そもそも。なんちゃら講演会でやるってことでしょ？だから政治資金パーティーとかね、なんていうか、そういった勉強会を開いて、1億円の収入が見込まれますって言うんだったらわかるけど、普通に事業だったら事業だよ。だって参政党だって税金払ってるじゃん。そうでしょ？なんだっけ、未来企画かなんかよくわからんけど、ね、龍馬プロジェクトかなんかからお前さ、商品下ろしてって、その商品を下ろした参政党から、そういった、なんていうのかな、神谷くんが代表を務めてる、代表取締役を務めてるさ、事業に対して、お金を支払って、その収入に対する消費税と、あれは支払ってますよね。で、だから株式会社立ち上げて、そこにお金、党からお金を支出させますって言ったら、その株式会社の方は法人税とその他もろもろ入ってくるわけでしょ？だから商品を下ろしてるわけだから。で、そこの株式会社の売り上げを一部、その、党の債権の返済に充てるって言ってるんだったら、これもまた、あれでじゃん。税収の話で問題が出てくるじゃないっていう話なんですよね。だから僕が言ってるのはどうしたいのっていう話なんですよ。いや、大津さん、本当に、マジでいい加減にしてくんないっていう。どういう計画性があって、どういうプロジェクトを考えてて、どういう風に自分はこれを運営していくのかっていうのが分かってないっていうか、支持者の人たちも多分明確に分かってないと思いますよ。だって僕が今挙げたことっていうのをちゃんと説明できるんだったら言ってくださいよ。どういう風にしていくんですか？党はちゃんと存在していて、党の下に株式会社を作って、その、例えばなんだけど、その、代表権変えてきたとしても、あなたたちは今もう国会議員が所属してないんだから、政党交付金もらえないじゃないですか。じゃあ政治資金パーティーにしますって。じゃあその株式会社から商品を下ろしてもらって、その商品を党として売るって話なんだったら、その時に生じた損益、どこになる？どうなる？って話になってくるし。で、事業収入1億って言ってるけど、寄付が5000万集まると僕はもう到底思えないので、まあ正直な話。今の、みんなで作る党の支持者の方々が、なんていうのかな。どれだけ頑張ったとしても、1000万集まるか集まらないかだと僕は思ってるんですね。じゃあ1000万のうち、それはまあ非課税にして、残りの9000万ですよ。だいたい1800万稼がないと法人税支払ったりとかその他もろもろやったりとかして、手元に1億円稼げないんですよね。で、もっと言いますよ。その1億円稼ぐ才覚があるんだったら、2億売り上げを立てることができるんだったらよ。これね、ちなみに原価抜いてるからね。原価とか卸の金額とかさ、今インボイス始まってるので、その消費税とかその他もろもろ税収全部ひっくるめて2億って大体で出してるけど、本来だったら2億5000万とか稼がないと、1億の手元の、なんていうかな、純利益にはならないからね。だからちゃんとやってよって思うんですよね、僕からしてみたら。
で、まあ、損害賠償に関してもですね、僕が前言った通りですね、個人に対して損害賠償請求を行うんだから、判決によっては逃げられてもおかしくないですよって話はね、分かった上で、これを踏まえた上でですね、裁判でちゃんとね、発言してもらいたいなというふうに思っております。はい、ということで以上です。面白いと思いました。チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。以上です。